スポゴミは日本財団の海と日本プロジェクトの一環で行われていて、大分東明高校の2チームが8月の県予選で優勝を、全国大会に出場します。今日は佐藤知事を表敬訪問し、大会での活躍を誓いました。スポゴミは制限時間内に拾ったゴミの種類や量を競うものです。 みんながゴミ拾いをするようになれば当然、マッチゴごみも海ごみも減ると思うのでそういう風になればいいなというふうに思いますどのチームよりもやっぱ熱いやパッションを持っていると思うので世界1位しかないです 2>, 2チームのうち1チームは今月9日開催の世界大会予選にもう1チームは高校生チーム日本一を決める大会に出場します。